はい、こんにちは、こんばんは、さくやです。お久しぶりです。ということでね、ちょっと今5日間くらいかな？もうちょっとで1週間くらい動画を休みしちゃうことになっちゃうんですけど、お久しぶりです。まぁ、ちょっといろいろありまして、まぁ、前のね、部屋紹介動画で自分のね、デスク周りなんかを紹介したかと思うんですけど、ちょっとね、なんか環境が落ち着かなくて、新しい環境にしようということで、まぁ、ちょっと、はい、キャプチャーね、ソフトだったり、あとまあもうデスクだったりモニターだったり、ちょっと新しくね一気に買い替えたので、ちょっとその整理だったりだとか、まあちょっとその他の編集ソフトのトラブルなんかでかなりね、いろいろと遅れてしまいまして申し訳ございませんということで、はい、まあ久々にちょっとラジオ、はい、ちょっとね動画のストックもあんまりなくて、この動画今ちょうどランクマッチをね何回かやった時の動画を使ってるんですけど、なんとまあ1週間近くゲームせず、ちょっといろいろと他のことをやってたということで、まあいろいろガバガバなプレイになってるかと思うんですけど、まあちょっといろいろと喋りたいこともあったので、今回はラジオという形で喋っていこうと思います。はい、でお題なんですけど、はい、タイトルにもある通り、レインボーシックスシージっていつオワコンになると思うっていうところでちょっと喋らせてもらおうかなと思います。まあシージ、そう、なんでちょっとこの話しようかなと思ったかっていうと、まあ結構ツイッターとか見てると、なんかね最近すごい目にするなと思って、シージオワコンだなみたいな、シージ終わったなみたいなのが結構多くて、みんな何を思ってシージオワコンになったって言ってるのかなってちょっと気になったんで、まあ、ちょっとそれについて喋りたいなと。で、なんかいろんな意見を見て、主に2つ、この2つ、その、なんていうの、シージがオワコンに近づいてるって言ってる人の意見の2つが、まず1つ目。まあこれは昔からあるんですけど、グリッチがひどい。まあこんなんさ、もうね、昔から発売日くらいからシージやってるようなプレイヤーからしたら、もうシージイコールグリッチ、まあグリッチ使っていいことじゃないよ、使っていいってことじゃないんだけど、まあなんかシージなんてもう昔からね、バグはひどい、グリッチはひどいって、もうなんかいろいろと不具合ばっかのゲームだったんでもうそんな慣れっこだと、もうそんなもんももうとっくの昔に慣れてるから全然気にならんわっていう人も多いんですけど、まあしかしやっぱね、こうシージって未だに人口増えてるゲームなんですよ。で、人口が増えるっていうことは、やっぱ昔からこうやってる人以外もね、新しい新規層がどんどんこう入ってくる、ライトな層が入ってくるっていうことで、やっぱね、そのライトな層っていうのは正直環境が整ってるゲームをやってきてるんですよ。それちょっと、なんか今、ちょっと今の言葉だと皮肉っぽいと思うんですけど、そうじゃなくて、なんていうのかな、こう、ある意味、シージみたいにこんなに長続きしてて、こんなにね、不具合がね、永久的に続いてるゲームってなかなか珍しいと思うんで、このゲームがある意味異例なんですよね。はい。まあ、それでもやっぱ人気があるから、どんどんアップデートもされるし、どんどん人口も増えていくっていうことで、まあやっぱね、こう人はすごい、やっていく人は増えるんだけど、まあね、グリッチがひどいとオワコンになったなという人が意外といるという話なんですよね。まあだからまあ嬉しい反面、ちょっと前だ、なんだかな、じわ売れでちょうど3000万人突破したみたいな記事になってましたよね。なんか間違えてるかな、3000万だったと思ったんだけど、なんか公式の方でも言ってて、いやすごいめでたいなと思うんですけど、まあ、やっぱ人が増えるとシージオワコンだなっていう人もやっぱ増えるんだなっていうのをちょっと実感しました。はい。まあだからといって、まあその状況に甘んじていいのかっていうとちょっと違うのかなと思うんでやっぱグリッチはね、今だとなんだっけ、ブリッツの縦グリッチみたいの、なんか縦構えながら打てるみたいな、あれが結構流行ってるみたいじゃないですか、いろんな界隈で。まあカジュアルにしろランクにしろ使ってるのがいて、それさらされてるっていうのを結構見るんで、まあそういうところはやっぱちょっとね、直してほしいなと思いますよ、ね、ちょっとごめん、まとまりなくて申し訳ないんだけど、でも、やっぱね、グリッチが、こう、いつまでもなくならないと、やっぱオワコンって言われ続けちゃう。本当にいいゲームでも、やっぱそういうところ直していかないと、オワコン扱いされちゃうんだなというふうに思いました。はい、これが1点目ですね。そして2点目。2点目はね、もうみんなご存知だと思うんですけど、まあ、あるオペレーターが追加されたということで、まあ、そのオペレーターのせいで、やっぱね、オワコンだな。特にね、僕のその実況界隈の人はやっぱちょっと、ライオンが来たあたりから、シージはちょっとおかしいって言ってる人が多いです。なんだろうな、おかしいっていうのは、やっぱちょっと、シージって、まあ、要するにちょっと名前も伏せちゃってたけど、ライオンね、ライオン、こう今ちょうど画面に映ってるこいつ、このカウントダウンして敵の場所を移すっていう、ちょっとこの、言っちゃってる能力持ってるキャラクターが増えて、入っちゃったことによって、今ってプロリーグも正直もうライオンほぼ 100% ピックじゃないですか、見てると。もうやっぱそれぐらい、なんかね、なんだろう、戦略性があるゲームだからこそすごい面白くて、こうリアリティもあって緊張感もあるゲームだったのに、今のもうシージって終盤
ライオンをもうビビッと動かし、そこにインのグレネード投げたり、あとまあもうそこからラッシュでガーっていって、防衛が圧倒的不利みたいなゲームになってるんですよ。昔はどっちかっていうと、防衛が強かった。まあエラとか、まあ今だとビジルとか、まあリージョン先輩も強いんですけど、先輩いらんな。まあ強かったんですよ。昔は絶対的に防衛の方が強かったんですけど、まあちょっとその、あれが変わってると。圧倒的に今防衛とその攻撃のそのなんだろうな、まあ、強さの戦力差が出てしまってるっていうので、やっぱね、そのどっちかが、まあ、今のところそのなんだろうな、アウトブレイクで追加をされたオペレーターがね、3体、嘘ごめん、2体、フィンカとライオンっていう、そのキャラクターが、まあ、やっぱ攻めで出ちゃってるんで、まあ、今のところやっぱ攻めの方がね、有能な感じはすごい強いんですけど、まあ、やっぱそのバランス感が落ち着かないと、ちょっとね、やっぱ慣れちゃう人は多いのかなと。僕もね、ちょっとライオン来たあたりからちょっと、まあ、ぶっちゃけちゃうと、やっぱちょっとね、CG やってる時間減った気がしますもん。本当に。まあなんか、トッケビとかね、ビジルとか出てきたあたりもちょっと、まあなんかちょっとやばいの出てきたなと思ったんですけど、いやー、それを超える、やっぱね、ライオン、ちょっとこう、改めて、出た当初もやばいやばい言ってたけど、やっぱこう、時間が経った、こう、わかることもあると思うんですけど、やっぱね、改めてやばいんですよ。ライオンくんは。やっぱそれぐらい昔からシージを愛してる人たちからしたら、まあ、なんかなんだろうな、ちょっとこう頭一つ抜けてるというか、なんか本当にちょっとおかしい性能が、なんか納得いかないみたいな感じになっちゃってるんですよね。なんで、まあなんだろうな、ちょっと早く内容ライオンナーフするなりして、もうそれかバランス防衛をもうちょい強いの出してバランス取るみたいにしないと、やっぱオワコンっていう人が多いのかなと思いました。まあちょっとね、僕やっぱこのシージって、まあ今今回のタイトルはこれシージいつオワコンになると思うっていうお話で喋ってるんですけど、僕シージがオワコンになる時っていうのは、まあもうソシャゲを見てたらわかると思うんですけど、もうインフレしすぎたら絶対オワコンになると思うんですよ。それはもうどのゲームも同じだと思うんですけど、いやなんかあんま偉そうな感じで言いたくないな。でもなんかやっぱこうね、例えばパズドラとか、まあ白猫とかさ、僕結構昔ソシャゲ好きでやってたんですけど、やっぱね、こう強すぎるやつが出て、その強すぎるやつで終わんないようにまた強いやつを出すっていう風なのを繰り返していくと、やっぱね、こうプレイしてる層からすると追いつけなくなっちゃうんですよね。それに。そのなんかもうどん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 インフレしてく過程についていけなくなっちゃって、それで結構やっぱ、あ、もういいかなみたいな、やっぱちょっともう追いつける感じしないからいいかなって言って熱が冷める、熱が冷めてる間にまたその時流行ってるゲームなんかがあると、今なんかだとフォートナイトがめちゃくちゃ流行ってるんで、やっぱね、そういう時期、僕も正直今フォートナイト結構ハマっちゃってて、まあでもそれでもちょっと今ゲームできてないっていうのもあるんでまあちょっとそもそもゲームしてなかったりしてたんですけど、でもやっぱ今シージかフォートナイトどっちパッてやろうかなと思うと、やっぱフォートナイトってこう手軽にできて面白いよねっていうなのもあったりするんで、ただまあああいうバトルマゲーとかに関しては、まあ、PUBG 見てたら思うと思うんですけど、やっぱチーターとかがね、ネックだったりだとか、まあ、シージも結構チーターがね、パソコン版だとあれだけど、やっぱそういうところも怖い。だからやっぱそれぞれゲームってなんか、こう、オワコンになる要素ってあるかと思うんですけど、今シージが抱えてる、そのオワコンになってしまうかもしれない要素っていうのは、まあ本当に今話した、まあグリッチと、そして、まあ、新キャラのね、インフレ、この二つじゃないかなと。思いました。いや、なんでこの話してんのかな。いや、なんかね、ちょっと、結構でも、まあ、プロリーグとか見てて、やっぱ面白かったんですよね、昔。で、今も面白いんですよ。今ももちろんすごい面白いんですけど、やっぱちょっと、なんかライオンさんがね、やっぱやばいなと。なんかこう、海外のプロの人も、やっぱライオン早く、なくせみたいな、もういっそなかったことにしろみたいな、ブリッツとライオンさっさとなくせみたいな言ってる意見もなんか結構ちらほら見たので、なんか意外とやっぱそういう風に思ってる人多いのかなと思いましたという感じの今日はラジオ動画なんですけど、ちょっとね、もうまあ今回オワコンの話に関してはこれで終わりなんですけど、ちょっとかなり僕今このランクド動画見てもらったら分かると思うんですけど、香港オペレーターが今ね、まあライオンみたいな能力じゃなくて、こう純粋に気持ちいい強さみたいな感じなのがあって、ちょっと近々ね、インとリージョン、この二人についての動画出したいなと思ってます。まあ、今更かよみたいな感じはあるんですけど。いや、今になってこそね、やっぱ強さが分かってきたっていうのもあるんじゃないかなということで、はい、今回の動画はそろそろおしまいです。いや、ちょっと久々に20分喋った。ということで、また次の方のね、動画でお会いしましょう。ありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。
ここまで見てくれてありがとう。よければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。右にチャンネル登録ボタン、左におすすめ動画もあるので、ぜひ押してってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。咲夜でした。